みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。今日はみほとけの自己紹介を改めてしていきます。最近私を知ったよという方、モノマネ芸人研究家など疑問が多いと思います。経歴や得意分野、やっていることなどなど、これを見ればみほとけの全てがわかるという動画をお届けします。はい、まず芸名みほとけと言います。なんともおこがましい名前を付けさせていただいておりますけども、みほというのが本名でして、仏好きなんですよ。みほと仏を足してみほとけです。テレビデオみたいな感じです、いつも言っております。肩書きはお笑い芸人です。その次にお寺仏像研究家、これ2ついつも書いております。芸人として、まあ、ネタを作って賞レースに出てとか、バラエティ番組出させてもらったりとか、お寺仏像研究家としては、もう全国のお寺さん巡り歩いて仏様を拝んで勉強して、人の話いろいろ聞いて、はい、研究しております。ということで、まあ、お寺仏像の魅力を広める芸人みたいなとこですね。これまでどれぐらいのお寺巡りましたかってよく聞かれるんですけど、正直ってよくわからないですね。1月は正月の三が日だけで15カジお参りしてましたし、まあそれプラスちょこちょこ本当にいろんなところ行きますので、まあ月に多かったら30は余裕で行きますね。まあ少ない時は10ぐらいなこともあります。それを何年間もやっているので、結構行ってはいるかなと思います。ただ同じ場所に何度も行くこともありますのでね、何とも言えないですね。はい。で、今までどれぐらいの仏様を拝んできましたかって言われると、これもわかんないですね。一箇所で1000以上の仏様がずらーっと並んでることもあれば、博物館なんか行ったら数えきれないほどの仏様がね、もういらっしゃりますので、わかんないですけど、バーっといろいろ概算して1万ぐらい拝んでるんじゃないですかね。ということで、お寺と仏像が好きすぎるあまり、まあ、芸人になってその魅力を伝えるべく面白さを磨いているというところです。はい、はい、所属事務所は浅井企画です。金ちゃん、萩本欽一さんが一番トップの先輩ですね。はい、小堺さん、関根さん、キャインさんがいらっしゃって、女子だったら稲村亜美さんとかもいますね。はい、仲いい先輩いますかとか言われますが、強いて言うならジョニオさんとか牧野捨て子さん、石出奈々子さんとかでしょうか。はい、ドドンさんにはとてもよくしていただいております。芸歴は5年目です。 R1 グランプリで刻んでおりまして、5年目になりました。その前にちょっとだけアイドルもしてたことあるんですけど、それは後ほど。1994年10月27日生まれです。同級生は大谷翔平選手と羽生結弦選手とか、佳子様、黄金世代です。出身は生まれも育ちも神奈川県の鎌倉市です。ここ重要です。最終学歴は慶応義塾大学です。学部は看護医療学部というね、看護師になれる学部にいました。慶応にも看護学部があるんですね。そこで看護師の資格も取りました。看護師としてはクリニックでアルバイトで勤めていたことがあるのと、あと日本放送の余分のことっていうラジオ番組があったんですよ。高橋みなみさんと浅井亮さんの番組があったんですけど、まあそこになぜかというか、まあ自分から企画に応募した形で、毎年あのパーソナリティさんとスタッフさんに予防接種を打ちに行くということをしておりました。チーム Y、 実は元 AKB なんですかっていうのを聞かれるんですが、これは中学生の時にオーディションを受けて受かったことがあるんです。ただ親と学校が猛反対したおかげで、まあ、レッスン中に辞退をするっていうことが決定して、まあ、泣く泣く辞めてしまっているという状況で、幻の AKB ということですね。はい、同期っていうとおこがましいですけど、同時に入って研究生のレッスンを受けていたのは島崎遥香ちゃん、パルルちゃんと横山由依ちゃん、元総監督ですね。それから SK48 に移籍した山内すずらんちゃんとか大場美奈ちゃんとか、はい、と一緒にレッスンを受けておりました。ただアイドルとして活動していた時もありました。21歳でデビューしてウェンディというグループで3年間アイドルをしていました。はい、でまあ3年後にグループが解散と同時に私もアイドルを辞めたという形です。あとミス鎌倉も務めておりました。これ2016年ですね。大学3年生でアイドル始めて1年目の時にやりました。やっぱ地元鎌倉がすごく好きだったので、それを胸張って PR できる役職つきたいと思ってミス鎌倉を応募して受かりました。まあ、このミス鎌倉の体験のおかげで私はますます仏像にハマっていくわけですよ。でじゃあなんで今芸人なのって話なんですけど、私高校生の頃から仏像が好きで、アイドル活動しながらも仏像の魅力を伝える
そういう PR する活動をやってたんですね。まあそれはツイッターがメインなんですけど、仏像のいろんな面白みとか仏像のモノマネとかを発信する、その時の発信するようなハンドルネームでみほとけって名前を使ってたんですよ。で、まあそんな時にもっと面白く伝えるために、もっとこの仏像の魅力を伝えるためには、私自身が面白くなって興味を持ってもらわなきゃいけないと思ったわけですよ。で、私深夜ラジオがすごく好きで、芸人さんに対するリスペクトがあったので、試しにネタを作ってみて R1 に出てみたんですよ。そしたら3回戦まで行けたんですね。そこで、お、いけんじゃねっていう調子に乗ったのもあるし、舞台に出て笑ってもらうっていう快感がすっごく気持ちよくて、で、これはもっと挑戦したいぞってなったんです。まあそんな時にアイドルグループが解散をしてしまって、ただ仏像情報を発信している何の人ってなった時に、いや芸人になってもっと面白さを磨いたら、もっとこの話がいろんな人に興味持ってもらえるかもしれないと思って、私は芸人になりました。で、仏像にハマったきっかけは、まあ、そもそも鎌倉市出身だったので、すごくね、古いものとかお寺っていうのはなんとなく好きだなって感じだったんですね。まあ、特に母親が観光業の仕事をしていたので、その観光にまつわる鎌倉の研究で一緒にこう鎌倉のお寺巡りとかをしてたことも影響して、古いもの好きだなっていう性格だったんですよ。で、高校生の頃に修学旅行で京都六波羅蜜寺の空也上人像に出会うわけです。こちらこの方に一目惚れをしまして、うわかっこいい、ズキューンと思って、この見た目の渋さ、そして体から染み出るような人生の物語、なんだか苦しそうなんだけども、瞳の奥はキラッと輝いて生命力がある、なんといってもこの口から出ている6つの小さな仏像、これが南無阿弥陀仏というお経なんです。お経が口から出ているのが目に見えてるんですよ、っていうところに感動しまして、仏像にはまるわけです。で、2016年になってミス鎌倉をしている時に、節分のお祭りで建長寺っていうね、鎌倉で一番でかいお寺の節分会っていう法要に行って、大般若経天禄っていう大きな法要に参列させてもらったんですよ。そしたら天禄ってね、この大きな蛇腹状のお経をバーって広げて、はい、この勢いでまたお経がパラ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 と蛇腹状に閉じていく、この最中に大きな声を叫ぶんですよ。それで一回読んだことになる、わーって叫ぶっていうのを600巻分大勢の坊さんが手分けして、まあ10巻ずつぐらいをうわーって一緒に読むんですよ。パラパラパラって読みながら、それの迫力ってあるやん、すごくて、うわー、お寺とか仏教とかなんかお経とかってすごいな、なんじゃこりゃってなって、ますますハマっていったわけです。そしてみほとけちゃん、このようにどっぷりとお寺仏像オタクになりました。仏像が好きだ、この表現方法の一つに仏像モノマネっていうのがあります。まあ、ちょっと最近いろいろやれてないんですけども、好きな女優さんがいたらその髪型を真似したりとかもしますよね。それと一緒で、仏像かっこいいな、素敵だなと思ったら、その姿に自分もなりきりたいんですよ。なりきるとね、いろいろ、ああこんなに手元柔らかかったんだな、はあ、こんなに手元が柔らかそうだったんだな、あ、肘の角度一個違うだけでこんなにポージングってダサくもかっこよくもなるんだなっていう、いろんな気づきがある。まあそれを皆さんに伝えるべく、私は仏像にモノマネでなりきるっていうのをやっております。で、モノマネといえばみちょぱさんのモノマネもさせていただいてます。これはたまたまですね、似てるからやってみればっていうので、ちょっとモノマネしてみて、でネタを作ってみて、有吉さんモノマネの方とコンビを組んでオーディションに受けてみたら受かったんですよ。ザ細かすぎて伝わらないモノマネというね、皆さんのおかげでしたの名物企画が、もうそのまま単体の番組になった特番に出させていただいて、そしたらサンチャポさんに呼んでいただいたりとか、みちょぱさんが風邪をひいてしまった時に代役で出させていただいたりとか、もうそういったありがたい機会をいただいて、まあその本人様にご購入いただいて、先日は旦那様の大倉士門さんと共演させていただいたりとかっていう事態にもうなって、自分でも何が起こってるんだかって感じなんですけども、まあそういった経緯でたまたまできてオーディションに受かったおかげでモノマネさせていただいてます。ということで、いろいろモノマネにも挑戦していまして、白石麻衣さんとか中村ゆきえさんとか小池栄子さんとか日テレの水戸アナウンサーとか高畑充希さんの声真似も地味にできたりね。今日ケンタッキーにしない？で、趣味は改めましてお寺、仏像、鎌倉も大好きです。あとはラジオが好きですね。深夜ラジオはもうオールナイトニッポン、
めちゃくちゃ聞いてます。ジャンクも聞いてるし、ポッドキャストも地方局のもいろんなの聞いております。ラジオ番組にも出たいですね。特技はモノマネと踊ることと、あと絵を描くことですね。フリップでよく絵を描くので気づいたら得意になってました、うん、芸能人のお友達とかあんまりいないんですけれども、奥森さつきちゃんっていう10個下の今高校生の女の子とか、あと SK48 のどんちゃん、くしのちゃんとかも友達ですね。あとは仏像仲間は田中ひろみさんですね。女流仏像イラストレーターの田中ひろみ先生とも人柄人中色の寺で一緒に巡ったり、あとは芸人の先輩ですけれども、パップコーンの芦澤宗人さんとロビンソンズの山崎昇さんとは3人でトークライブしたりとか、一緒に仏像巡りを結構定期的にやっていたりと仲良くさせてもらってます。お仕事について、まずお寺仏像周りの話からいくと、テレビとかラジオでそのお話をさせていただくっていう機会が多いですね。テレビだとロケに行かせてもらうこと多くて、世界不思議発見ミステリーハンターで鎌倉のお寺のミステリーをこうロケして捕まえに行ったりとか、あとは信州長野放送で善光寺が御開帳の年だったら私が善光寺行ってお坊さんと一緒にその子の面白さをこう伝えるっていう番組させてもらったりとか、 UTY 山梨の局ではみほとけがお寺を巡ってご住職さんにいろんな話を聞いて仏像のモノマネをするっていうレギュラーコーナーさせてもらってたこともあります。あとラジオでお寺仏像の情報をね、喋りにゲストで行かせてもらったりとか、調布 FM っていうラジオ局では深大寺さんがやっているセラビという番組でね、ワンコーナーでみほとけのほっとけないぞ深大寺って深大寺のことを喋る5分間あったりしますね。それから雑誌に何かこう文を書いて執筆することもあります。浄土宗の総本山知恩院が発行している知恩という月刊誌があって、そこではコラム毎月2000字書かせてもらってて、金剛という文化財の関係の方々が読む専門的な雑誌の中で、まあ、空也上人のことをコラム書かせていただいたりとか、あとアンアンとかね、そういう情報誌でお寺仏像の情報をちょっとこう私から発表させてもらったりとかもあります。それから展覧会を PR するってことも結構ありますね。まずもうドドン、空也上人と六波羅蜜寺、この展覧会に際しては私は空也上人ファンクラブの公式サポーターとしてもう YouTube も作ったし、テレビ番組とかラジオ番組とかもうぐいぐい自分から出ていって、あの展覧会の PR をさせてもらったりとか、それから展覧会のグッズを一緒に考えてコラボして出させていただいたりとかしました。それからお寺さんとコラボすることもあります。不問寺、愛知県の不問寺さんとコラボしてですね、 YouTube を作ったりとか、1年間かけて御朱印帳4種類出すっていうプロジェクトを一緒に作ったりとかして、一緒にお寺を盛り上げさせていただくっていうこともやってたりしました。あと講演会が最近多いですね。まあ普通にこう一般の方々お話しするのもあるんですが、お坊さんに私が仏像の話をするっていうちょっと恐縮すぎる回があったりしましたね。まあ、こういった人間、あえて外部の人間がお寺仏像のどういうところに魅力感じてんのっていうのを、まあ、逆輸入したいみたいな方々に対して、意外とこういうのって好きなんですよって話をしたりとかしますね。あとは幼稚園生に仏像って簡単に悲しいやーって話したりとか、中高生に向けていや意外と仏像っておもろいんだよみたいな話をしたり、まあ要するにもういろんな年齢いろんな職種の方々に、まあ、講演会とか講座とかさせてもらうことも増えてますね。あと絵を描くのも得意なので4コマ漫画の連載をさせていただいたりとかもありました。あとは声の仕事が意外とありがたいことにありまして、ナレーションっていうんですかね、あの仏像とか展覧会で音声ガイドを聞いたことありませんか。深大寺さんの秘仏がご開帳された時にその館内の音声ガイドとか、まあ、ガイドビデオを自分でこう制作して放送してもらうとかやってましたね。仏像展でお耳のねこうそばで私がこう展覧会を案内して皆さんと一緒に楽しんでいくっていうのは自分の中での大きな目標の一つですね。音声ガイド。お寺仏像周り以外だと世界不思議発見のミステリーハンターをありがたいことにさせてもらってって、鎌倉に行き、タイに行って、でインドに行ってもみたいな、宗教関係が得意、仏教得意ということで、まあ、アジア圏が多いんですけど、まあ、宗教全般割と好きで行けますね。ご飯も何でも食べれるし、睡眠も、まあ、象小屋で象と一緒に寝たりさせてもらったこともあってな、どこでも寝れるし、あとはもう泥こまめるでも全然大丈夫ですし、もちろんね美味しいご飯を食べることもできますし結構絶叫系も、まあ、何でも
行きます、はい、あと剣道小林の社長をお手伝いさせていただきますっていう番組でアシスタント MC をさせてもらってますね。 MC が剣道小林さんで、あとお手伝い芸人っていうのでミサイルマン西田さんいらっしゃって、いわゆるこうちゃんとした原稿を真面目に読むことも練習してできるようになってますね。クイズ番組に出させてもらうこと多いですね。 Q 様、東大王、ネプリーグの方ですね。やっぱり勉強が好きなのでクイズは楽しいですね。もちろんモノマネ番組もたくさん出させてもらってますよ。みちょぱさんモノマネのおかげでいろんな機会をいただきました。意外と何でも頑張れます。はい、まあ、こんな私なんですけれども、興味持ってくれたらぜひともツイッターフォローしてくだされ。ボジャラブスの言葉ばっかり喋ってますし、その他ね YouTube を見てくださればそのような話いつもしております。それよりももっともっとみほとけちゃんと交流したいとか、もしくはお寺仏のこと詳しくなりたいなってことがあれば、みほとけの寺子屋というオンラインコミュニティがございます。これ私が主催しているオンラインコミュニティなんですけども、お寺仏像好きの皆さん、まあ、もしくは私を応援してくださっている方々が集まって、もう私もちろん参加して一緒にお寺とか仏像の話ばっかりするっていうコミュニティです。なんでこう基本 Facebook を使ったりするんですけど、そこでこう情報交換したりとか、友達見つけてオフ会開いたりとかして、こうあと Zoom で交流会でわーっとオフ会みたいなしたりして、あとこうプロフェッショナルこう寺仏に関するプロの方呼んで勉強会開いたりとかして、寺仏像をよりもっと楽しむためにいろいろ勉強したりとか友達増やしたりしながら、お寺仏像を応援するためにわらわら何ができるんだろうねっていうのを考えながらいろんなことしている我々ですので、まあもしね私のこと興味持ってくれたりとか、もっと自分の知識を深めたいみたいな、友達増やしたいみたいな人いたらいつでもご感、もっとねだから今の話で興味持ってくれた方いらっしゃいましたらいつでも参加してください。今60人ぐらいの方がはい入ってくださってます。以上はこのみほとけサムエというものを毎日着ております。もうこれ私服でも着てるんですよ。というかお寺仏像巡りをするようになって、やっぱり自分の着ている服が普通の洋服だと味気ないな、あんまりなんかお寺仏像を愛している人のファッションってなんだろうって思った時に、お寺の方が仕事されている時に着ている作業着サムエっていうのがあるんですね。これに注目して、まあ、それを着るようになったらめっちゃ便利だし、あ結構和の空気まとえておしゃれじゃないって思って、それを自分で着こなしを考えたりとかする中でオリジナルを作ってみようということで、はい、もうねすごい作って3、4年経つんですけど、もう銀座蔦屋書店さんにお貸しいただいたりとか、ウェブショップでも結構頻繁にね商品が出たりとかしていてですね、ご購入いただいております。気になる方は概要欄の URL から飛んでみてください。可愛いでしょ、こうやって胸元にラコステみたいにワンポイント入れてるのがトレードマークです。手書きのみほどけちゃんというキャラです。はい、で私の最終目標はお寺仏像の魅力をより多くの人に知ってもらうことですね。そのためには自分が有名になって、また自分がより面白く興味深くいろんな話をできるようにならなくてはっていうことがあるので、お笑い芸人活動タレント活動頑張っておりますので、みほとけの冠番組を持ったりとかラジオ番組を持ったりして、そこでこういった好きな話たくさんできたらいいなと思っております。ショーレースも決勝の舞台でネタができればいいなという目標もあります。あとは全国のご住職さんとかお寺仏像でお仕事されてる方ともつながっていきたいなと思ってます。これは本当いつかはやりたいなっていう具体的な目標は本を出したいなと思ってます。ではなかなかと語ってきましたが、みほとけの経歴と、ま、今の現状をまとめますと、AKB48 合格したことあるけど辞退していて、アイドル活動していて、ミス鎌倉も経験した上で仏像が好きすぎるあまり芸人になって、今は芸人としてお寺仏像の魅力を発信するために面白さを追求している人間、みほとけです。いろんなことやってます。興味持ってくれた方はぜひとも Twitter とか SNS とかも見てくれたら嬉しいです。何かお仕事を依頼してみたいなって方いたら本当に気軽に DM でも何でもご連絡をくださいませ。ではみほとけという人間を面白いなって思ってくれた方いたらグッドボタンをよろしくお願いします。それではこのみほとけチャンネルのこともどうぞどうぞよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。ではこれにてナムバイバーイ。